三重東西明寺は、滋賀県犬上郡甲羅町池寺にある、天台宗の寺院。三号は、龍王山。本尊は、薬師如来、海山は三治正人である。金剛臨時、くだ寺と共に、古道三山の一つに数えられる。西国薬師四十九霊城第三十二番札所。琵琶湖の東、鈴鹿山脈の西三福に位置する。寺伝によれば、 平安時代初期三王様商人の創建という。三王様商人は、主元道の霊山として知られる、伊吹さんの解散商人と伝えられる中ば、伝説化した行者である。伝承によれば、上和元年、琵琶湖の西岸にいた三王は、湖の対岸の山に、紫の雲のたなびくのを見て不思議に思った。そこで、人通力を用いて一気に水面を飛び越え、 対岸に渡ると、今の西、明け寺のある山の中の池から、紫の光が射していた。三王がその池に記念すると、薬師如来、日光菩薩、月光菩薩、十二神将が出現したという。三王に敬していた、人明天皇はこの話を聞くと、その地に、直眼寺として寺を建立するように命じた。そして三王はそれらの像の姿を刻んで祀った、これが、 当時の始まりであるという。寺のある場所の地名を池寺というのは、この伝説に基づいている。上和三年には人明天皇により、寺領が寄進され、書道が建築されたという。西、明寺の寺号は前日の紫の光が西の方へ差していたことによる。上述の上和三年本流を立証する資料はない。しかし、現存する本堂、三重塔は、 鎌倉時代の本格的な建築であり、この頃には、天台宗の寺院となり、かなりの規模を有していたものと思われる。当時の本尊の薬師如来は、比叡山延暦寺の根本中堂に祀られている。本尊の薬師如来と向き合うように祀られているという。やがて寺要は2000国、17の書道に、僧帽300を有する、大寺院になっていた西明寺だが、元気2年。 延暦寺の焼き討ちを行った、織田信長は、大御国にある比叡山山下の天外寺院をも、焼き払うことを命じ、西明寺も、信長の家臣である、庭長秀と川尻秀高によって、焼き討ちの運命にあった。しかし、寺宗の基地により、山と近くの防社を激しく燃やして、全山焼失のように見せかけたため、山奥に位置する本堂や三重塔は、焼失を免れたという。 この陛下の後は後輩していたが、江戸時代に入り、天貝、公会や持月勇敢が再興させた。さらに、徳川将軍家などの庇護を受けて徐々に復興し、近代に至っている。境内は、名神高速道路によって分断されている。境内は紅葉の名所となっている。2020年、本堂の薬師如来像前にある、西柱と南柱に、 菩薩立像が4体ずつ柱絵が描かれていたことが赤外線調査により判明。絵はアスカ時代に描かれたもので仏教絵画として日本最古級にあたる。この柱絵の存在により寺の創建時期が伝承より大きく遡る可能性がある。古道三山の他の二字と同様、創門は西に面し、そこから名神高速道路を越えて、 多くの僧帽があった跡地を左右に見ながら、長い参道を歩いた先に二天門が立つ。二天門を入ると、正面に本堂、右手に三重塔が立つ。参道の途中左側には、地線回遊式庭園を持つ本堂がある。本堂正面の細部。正面柱間はすべて、しと戸とし、組物は出さんと、中園へは帰るまた。柱間は、切り目投げし、内方投げし、 頭抜きで固めるなど、典型的な和洋の手法が見られる。2014年4月30日、重要文化財の2天門の柱や戦車札禁止の張り紙などに、油性インクで、東京小岩、小菅と油性スタンプが押されているのが発見された。滋賀県警が、器物損壊容疑で調べている。ありがとうございます。